お父さんの藤原のため時と,ぎとえ紫式部についてえ子どもの頃のに有名なエピソードがございますため時は大変学者ですから漢学者でインテリですのでうだ息子の信則に幼い頃から学業を授けるわけですだからこういうふうに初見台を開いておいてですねよいか父に続いて行ってみるのだ力は山を抜き木は葉を覆うとか式の一節を唱えると信則は <laughs> 何ですか父上なんだお前はちっとも覚えないなとそこで横で聞いていた紫式部がスラスラスラっと暗唱して見せてはっお前が男子であったならばとつくづくと悔しがったというエピソードは残っております聴徳2年996年の秋の末から越前に赴任していきます 越前に行くには京都から大阪山を越えて大津の内出の浜に出て琵琶湖の西岸も北上し高島を経て塩津で上陸し塩津山を越えて敦賀に入りまして敦賀から日本海沿いに五畑水津蛙山を越えて今城を経て越前国府に入りますこう一生懸命覚えたんでもう一回言わせてください <laughs> 越前への旅は京都から大阪山を越えて大津の内出の浜に出て 琵琶湖の西岸も北上し高島を経て塩津で上陸し塩津山を越えて敦賀に入り敦賀から日本海沿いに北上し五畑水津カエル山を越えて今城を経て越前国風に入ります <laughs> ありがとうございます <laughs> 途中珍しい風物風景を紫式部は歌に読んでおります高島にてご一緒にどうぞ言葉書きから近江の海にて 御代崎というところに網引くを見て御代の海に網引く民の手間もなく立ち居につけて都小石も近江の海御代ヶ崎というところで漁師たちが網を引いているのを見て御代の海琵琶湖に網を引く民の手を休める暇もないぐらいの立ち居振る舞いを見るにつけても都が恋しく思われる。 つまりその漁師たちが網を引いて忙しく立ち働いているのを見てですねここがもう都からだいぶ遠く離れたことを実感し都が恋しく思われると塩津山にて言葉書きからどうぞ塩山という道のさて「源氏物語」この「源氏物語」というものがですねいつどのような理由で書き始められたかというのはいろいろ説がありまして よくわかりませんただ、まあ、いろいろ説があるんですけども時期としては信がくなって夫信孝が亡くなって,なって中宮彰子のもとに出資するまでの間に書き始めたと取るのが一番自然かと思いますおそらく夫を失って悲しみに暮れる気持ちをです、ね、埋め合わせるように創作の世界に助けを求めたのかなとでそうしてもう最初は仲間内で,です、ねま、回し読みしている ごくごく身内的なものだったのがだんだんあまりにも面白いのでえ周りからも注目されるようになってやがて藤原道長の、えー、耳に入ることになってあこれはすごいこんな作品を書くん、えー、ならばぜひ我が娘の教育係に向かいたいということになった、えー、よ,ような感じなんですけれども,もう、うん、詳しい状況は分かりません石山寺に伝わる有名な伝説があります 最近の戦士内親王という方がある時、中宮彰子に何か良い物語がないかしらと言ってきた。そこで中宮彰子はむえ、紫式部にあなた何か書いてみなさいと言われて紫式部は真面目ですから、うーんと考え込む。全然いいのが思いつかない。そこで石山寺に籠もりまして、なかなか書けなかったんだけれども、 8月15日月の明るい晩に琵琶湖に映り込む8月15への月を見ていてはっと思い立ってその後はさらさらさらっと筆が進んで「スマののがそ,こその場で感じ源氏物語」と「中宮彰子のもとへの出資」ということがどういうふうに関連づいて出資ということになったのかは詳しいことはわからないので想像するしかないんですけれども。 これは藤原の道長がですねいや最近女房たちが「源氏源氏」と騒いでいるのでどこの源氏かと思って取り寄せてみたが源氏物語いや確かにこれは見事に面白い物語も人物,も人物もとても素晴らしい特にこの光源氏という主人公は金持ちでもてもテで美男子でまるでわしみたいじゃないかしかしこれほどの 豊かな世界を築き上げた作者という方はどういう方なんであろうか先生にお会いしたいとこういうことになってきますでね私思うにこの時一番喜んだのはお父さんのため時だったと思いますよ手貸した式部式部とは言わないかな何とか子っていう名前があったんでしょうけども手貸した女だてらにお前に学問を授けてきた甲斐があったぞあの道長様から招かれるとは何たる栄誉よまあ父上そんな喜んじゃって 私は道長様の前に召されると考えただけでもう目がシパシパして心臓がドキドキして何を言っておるか女一世一代の大舞台ではないか一つドーンと言ってまいれでドーンと送り出されて宮遣いには大変紫式部は慣れなかったということが言われております何しろ子供の頃から漢学者の藤原の為時に教えを受けておりますので紫式部は大変漢文の教育用があります で女だたてらに「日本書紀」を読んでいるということは評判になりまして「日本儀の三つ骨」なんていうあだ名をつけられてそれが大変コンプレックスになって以後は漢字の「一」という字も読めないで「土見門亭」というのはどこかというと現在京都御苑の仙洞御所仙洞御所のすぐ北側にですね ここは土門亭跡だよということを記した看板がこのように立っているんですけれどもでこの辺りだけじゃなくてですねここを中心とした一帯が土門亭だったそうですだから現在の戦闘御所も大部分が土門亭の中に含まれていたそうですで今戦闘御所の中池がありますけれどもこの池は 藤原の道長の土見門邸の跡と言われておりますただぜひこの先頭御所行く機会がありましたらねあそ,、まあそこ予約しないといけないから面倒くさいんですけれどあこ,のこの池が紫式部日記の冒頭に出てきたあの土見門邸の池かと考えにふけてください紫式部日記の冒頭は 深まりゆく秋の土見門邸の有りを非常にこう史上あふれる文体で続いております秋の気配入り立つままに土見門殿の有り言わん方なくおかし池の渡りの梢ども槍水のほとりの草むら小野が獅子色づき渡りつつ大方の空も縁なるにもてはやされて普段の御度胸の声声 哀れ勝りけりヨーヨー涼しき風の気配に霊の耐えせぬ身。出産は血が出ますので汚れ事とだと考えられていました汚れということはいろいろな魔物が寄ってくるわけですね鬼であったり妖怪であったり悪霊が寄ってきますだからその寄ってくる悪霊を退散させないといけないどうやって退散させるかというとこの よりましという悪霊を取り付かせる人を用意しておいてそこに悪霊がすーっと入っていく、そうすると密教の素法やなんかでね、と悪霊退散も祈る、悪霊がやられて、ギと退散するそういう、まあ、そういう芝居というか、演技というか。あの鳥たちもさこそ 心自由に遊んでいるとは見えるけれどもその身は大層苦しいだろうなとそういう気持ちにもなる水鳥たちを見てふと憂鬱な気持ちに捉えられるわけですこういうふうに紫式部という方は何かこう、えー、楽しみごと祝いごとの真っ最中でもふっと憂鬱な気持ちに捉えられる何かこの紫式部の生涯全体作品全体をこういう拭い去ることのできないうさといいますか 憂鬱な気持ち深いペシミズムというか憂鬱が覆っているような感じがしますそれは「源氏物語」の作品の中にも「牛」という言葉繰り返し繰り返し出てきますねだから皆さん学校で「源氏物語」はもののれの文学だなんてな習ったと思いますけれども私は「牛」の文学一条天皇が座に疲かれますと流頭撃死の船から還元の音が鳴り響いてくるそして藤原の道長が「 中宮敦平親王を抱いて一条天皇のお前に参上しますと「ほう道長それが我が子か帝抱いてやってください」とう藤原の道長が一条天皇に敦平親王を手渡しますと「おおなんとかわいらしいああ泣かせてしまったな道長の方が良いのだろうか」「けれども泣き声もかわいらしいこと」 えとつくづく一条天皇我が子篤平親王をあやしますやがて還元の音が鳴り響き当代、えー、一流の文化人であります藤原の金頭らが千秋楽漫才楽にを漏洩し道永自身も長芸師という雅楽の音に合わせて舞を披露しました夜に入って辺りが暗くなってきますと道永は役人たちに命じて松明を撤去させまして月をもてあそんだ 月をもてはそんだと明かりを全部消さ,消させて月が月の明かり光のいよいよさやかに明るいことを楽し清少納言こそ下り顔で嫌な人ですあれほどかしこぶって漢字を書き散らしています様子もよく見ればまだ大層足らぬことが多いですこのように人と違ったことをしようと思い好む人は 必ず身を取りがし行く末将来はつまらないことにのみなりますので風流ぶった人というものは大層すごう、殺風景で何でもない時節のことも少しでも情緒を感じ取ろうとしてちょっとでも情緒があるようなことは見過ごすまいとしているうちに 自然と猿間じきだなる様方向違いでつまらないことにもなるに決まっていますそのつまらないことになった人の行く末将来がどうして良いことになるでしょうかめちゃくちゃ言ってるんですね清少 <laughs> 納言がお使いした藤原定子が亡くなったのが長宝2年1000年の12月ですので清少納言はそれ以前に宮中を去ってい で紫式部が中宮少子に使い始めたのが観光2年1005年ですのでだから紫式部と清少納言が宮中で顔を合わせたことは多分ないはずですけれどもこれだけ言ってるってことは清少納言は「枕の草子」を書きましたのでね多分伝説の人として宮中に名が残ってたんじゃないでしょうかね 清少納言という方は素晴らしかったものすごく頭も良くて明るくて社交家で人から好かれて、えー、最高だったわと女房たちが話しているでその横で紫式部は聞いていて何がとそんな感じでなかったのかなとそういう,こうむき出しのライバル心みたいなのがです、ね、ここに浮舟ですね宇治十条の後半のヒロイン浮舟には まあひょっとしたら紫式部自身はだいぶ反映されているんじゃないかなと私は思うんですよまさに宇治川にたゆたうちりアフタのようにふら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 とどこに流れていくかわからないただそれを反映させたのがまさに浮舟というキャラクターじゃないかなと薫と仁王宮という2人の男性に寄られてどちらとも決められずに宇治川に身を投げた、えー、という、えー、ところにですねどっちにも決められないふら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 した 女性像というのが、うん、自分自身がだいぶ反映しているんじゃないかなと私は思いますそう考えるとです、ね、うち雪船は最後の方で出家して、大野の里の方大原の近くの方で出家しますけれどもそう考えると、紫式部自身もひょっとしたら晩年、出家して、髪を丸めたこともあったかもしれないななんてことを思います。 まあそういうことも考えて「源氏物語」を読んでいくといろいろまた発見があるかと思います。